メルヴィ人の藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。こちらの値段、程度などのお問い合わせはメルヴィ人ウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が、6月の2日、夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄の方に貼っております。そちらの方をチェックしてみてください。はい、それではアンドベルビジの方からですね、アートティーです。こちらモネですかね。はい、まあ前のフォトティーと言いますか、プリントも可愛いと思います。こちらサイズがですね、ボディ M サイズです。はい、 M の白ボディ 100% コットンなんですが、ちょっとね、僕は小さめです。はい、若干肩のここにポツッとダメージがあるぐらいですね。まあ、プリントもね、非常にやっぱりかっこいいかなと思います。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてこちらが、サイズがこちら表記はないんですが、おそらく L ボディぐらいですね。はい、こちらもちょっとね、アート的な T シャツだと思います。ちょっとプリントセンター寄りの可愛いプリントです。後ろ、はい、Are you hungry for art? みたいな、はい、後ろのプリントも可愛いと思います。自分がね、ジャストサイズぐらいのサイズ感ですね。はい、こちらも白ボディ状態はいいです。9,800円に消費税です。はい、続いてもアートティーですかね。はい、こちらも何かしらのフェスみたいな感じでしょうか。はい、後ろ無地で、こちらオニータボディのラージサイズ。はい、着丈がねちょっと短めで、はい、自分で合わせてもラージ横はちょうどいいんですが、着丈少し短めですね。はい、こちらもプリント可愛いと思います。9,800円に消費税です。はい、こちらヘインズボディのデッドストックです。サイズがエクストララージですね。はい、こちら、ちょっとポップなあのプリントなんですけど、まあ、ヘイターの足張り、まあ、サンフランシスコのね、あの有名な交差点ですが、ちょっとこうセブンティーズっぽい、ノリでしょうか。はい、まあ、あのプリントは95年と入ってます。ポップでね、非常に、色目も可愛いと思います。 XL ちょっと大きめですが、デッドストックです。こちら、まあ、乾燥機にね入れてもらって、少し縮めて着られても可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちら15,800円に消費税です。続いて映画ですね、ムービー T シャツ。はい、こちらラージサイズの黒ボディ 100% コットンです。はい、メトロ、まあ、プリントもね、これあのフォトプリで可愛いですね。L サイズ、僕がちょっとこのゆったりめでちょうどいいサイズ感で着れると思います。はい、後ろ、まあ状態はね綺麗だと思います。はい、プリントいいですね。こちら9,800円に消費税です。はい、続いてこちらがヘインズ、あ、フルーツオブザルームですね、すみません、 XL ボディです。コンゴ、まあ、あのプリントフォトプリで、まあ、ちょっとゴリラ可愛いと思います。これも、はい、XL ちょっとゆったりめです。はい、自分がダボっと着れるサイズ感ですね。はい、後ろは無地です。うん、ゴリラのフォトプリですけれども、こちら9,800円に消費税です。はい、続いてマリリン・モンローですね。はい、こちらラージサイズです。白ボディ、もうねこのプリントと言いますか、このピクチャー有名ですね。はい、でしかもね、モンロー可愛いと思います。こちら90年。はい、フォトティーって L サイズですが、少しね縮んでます。僕が結構ピタッとなるサイズ感ですね。はい、後ろも白無地です。女性がね着てもね可愛いと思います。やっぱりマリリン・モンロー有名ですし、このサイズだったらダボっとね女性が着るのにちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いてこちらもデッドストックですね。エクストラージのこちら5050のボディです。はい、こちらポール・マッカートニーですね。ちょっとここら辺に若干のシミがあります。ラバープリントのポールです。 XL これは僕もゆったりします。はい、まあ、5050なのでね、ちょっと乾燥機でもそんな縮みは出ないと思うんですが、ちょっと大きめで着ても、プリントとしてもねフォトしていいじゃないでしょうか。こちら7,800円に消費税です。続いて白のロンティーなんですけれども、タグはちょっと欠損してます。スタッフと書いてますが、後ろ、はい、
こちら雑誌のねローリングストーンですかね、アメリカの、1995と入ってます。そしてこちらソニーとこちらいいですね、ナイキの ACG が協賛してます。ここねちょっとポイント高いですね。はい、バックプリントかっこいいです。サイズはねおそらくラージサイズぐらいです。僕が合わせてこのぐらいで、僕多分着てちょうどいいサイズ感だと思います。まあ、スタッフ T シャツなんでしょうけど珍しいと思います。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続きましてこちらもデッドストックですね。 XL ボディです、デルタの。はい、もう有名ですね、チェ・ゲバラです。ラバープリントです。まあ真っ赤のロンティーにこの黒っていうのもね、ちょっとこうゲバラっぽいって言ったらあれですけど、はい、こちら袖に星マークが入ってます。はい、後ろはね、無地です。ボディがね XL なんで、これもねちょっと僕はダボっと切れます。もし洗った乾燥機にね放り込んでもらってギュッと縮めてきてもいいと思います。まあプリント定番ですがやっぱりかっこいいですね。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてアンディオフォールですね。はい、こちらまあこの有名な、アンディオフォールですが、こうちょっと絵がねいろいろと混ざってます。後ろ無地なんですけども、まあアート T シャツでしょうね。はい、ボディこちらでサイズ表記が、ないんですが、こちらまあ大体ラージサイズだと思います。白ボディで、はい、僕はまあちょうどいいサイズ感ですね。夏のね、夏に着るのにちょうどあのプリントとしても可愛いですし、まあ、白 T いいんじゃないでしょうか。はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてこちらがキャンベルスープのサイズ表記がこちらもちょっと消えてしまってますね。はい、このボディなんで、まあ、おそらくラージサイズぐらいでしょうか。はい、もうもちろんね有名な、T シャツといいますか、はい、ちょっとね白いボディのここ切り返しになってるんですけど、白い方に少しシミはあるんですけれども、はい、僕が合わせてちょうどいいサイズ感でしょうか。まあもちろん派手ですけれどもね、好きな方多いと思います。後ろはシンプルに無地です。まあ、結構ね、もうやっぱりこういろんなデザイナーさんも好きだと思いますし、なんかこうアート的にね部屋に飾っててもかっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちら29,800円に消費税です。はい、続いてラガーシャツです。ラルフローレンミディアムサイズですね。はい、こちらカノコ素材のボーダーです。はい、ネイビーとホワイト、そしてこちらフード付きです。はい、M サイズ、普段僕はラルフ大体 M なんですけど、これでちょっとダボっと着れますね。ジャストサイズで着るのは僕 S サイズかもしれません、このラガーシャツであれば。はい、まあ、フード付きですし、まあね、カノコの素材、まあ、涼しいと思うので、今自分で着てもらってもまだ使えると思います。はい、こちら6,800円に消費税です。はい、続いてこちらもラルフローレンのラージサイズ。はい、こちらはね先ほどのよりどちらかというとあの T シャツ生地と同じ素材です。 100% コットンだと思います。はい、こちらもボーダーですね。はい、ラージサイズなのでちょっと大きめです。かなりダボっと僕は着れますね。はい、こちらもフードです。フード付きの一応ラガーシャツタイプで、素材がこちらあの T シャツと同じコットンです。まあ本当にあのロンティーとしてね着てもらってもいいですし、まあさすがラルフローレンボーダーでも可愛いです。はい、こちら5,800円に消費税です。続いて、スウェットです。まあ、ヴィンテージスウェット、はい、こちらスプルースボディですね。もうスプルースといえば、まあ、あのスヌーピーね、あのシリーズです。エンジボディの無地です。こちら、はい、60年代頃ですね。サイズはすいません、ラージサイズ、少し縮んでます。はい、僕が合わせてちょっと小さいですね、丈短いかなと思います。普段僕がスプルース着るなら XL を着ます。ちなみに今日僕これ着てるのがスプルースの XL ですね。はい、ただね、あのボディの状態、まだ肉厚で、あのかなりあの状態がいいです。はい、こちら7,800円に消費税です。安いですね。はい、続いてリバースウィーブいきます。はい、こちら、収納エクストララージ90年代ですね。濃いめのパープル、結構ねダーク的ダークな色ですね。ちょっとネイビーのね濃いのもかっこいいんですが、このパープルの濃いのもだん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 これがね色フェードしていくとすごくいい色になります。いわゆるナスコンみたいなね色になります。
結構ね、XL ちょっとゆったりめですが、いい色ですね、濃いめで。はい、後ろも状態は非常にいいと思います。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いて同じく刺繍のラージサイズ90年代ですね。逆に薄めのパープルです。はい。別にこの色がね落ちたというわけではなくて、もともとこの色目だと思うんですが、はい、これもこれでね綺麗ですね。はい、状態もいいですし、うん、無地ラージサイズ、僕はちょうどいいサイズ感です。こちらも12,800円に消費税です。続いて刺繍のミディアムサイズ、よく言います、僕はリバースイーブミディアムサイズが一番少ないと僕は思ってます。はい、なかなかね、結構着れる方もちろん多いと思うんですが、はい、黒の、ラバープリント3段、はい、そして、縁取りが白ですね。まあ黒、まあ、ちょっとネイビーっぽいっちゃネイビーっぽいです、すいません。ネイビーのすごい濃紺で白ですね、白のラバープリントのね、あのラウンドのこの形といいね、バランス非常にいいと思います。 M サイズですけれども程度すごいいいので、僕がギリギリ着れるサイズ感ぐらいですね。ちょっと大きめの M だと思っていただければ。はい、赤ボディ、はい、今年もまだ赤いけるんじゃないでしょうか。こちらも12,800円に消費税です。はい、続いてファイブラザーのネルシャツ L サイズですね。はい、もうこの定番のチェックですけれども、赤黒ラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感です。はい、こちらもう毎回ねご紹介させていただくと必ず売れてます、すぐに。いいですねこの赤黒も。はい、6,800円に消費税です。続いてウエスタンシャツですけれども、はい、こちらサイズが、ミディアムサイズ、はい、ブランドはこちらで、ちょっとねあのこの切り返し部分がですね、ちょっとこうベルベットのような素材、はい、そしてこの黒のねひし形ボタン、あとは黒ボディです。こちらね50/50あのポリエステル入ってるんですけれども、ちょっとサイズ感、M サイズですけどちょっとゆったりめですね。ウエスタンシャツといえばすごいタイトなイメージなんですけど、こちらちょっとゆったりめな形です。はい、ちょっとねシャープな感じよりは少しなんかワークっぽいって言いますか、ちゃんとこう幅もちゃんとあって着やすい感じだと思います。ちょっとダボっとね着たりしても可愛いですし、袖のねこのやたらボタンが多いのとか少しデザインが可愛いと思います。はい、こちら7,800円に消費税です。はい、続いてマクレガーのドリズラージャケットですね。サイズ42です。こちらベージュ、はい、もうこちらねもうド定番ですね。はい、まあベージュ、まあなんかマクレガーのジャケットといえば赤っていうイメージなんですけども、こういったねちょっと違う配色の色も、押さえておいてもいいんじゃないでしょうか。はい、まあベージュちょっと春先とかね今一番いい時期じゃないでしょうか。こういったデニムとももちろん相性いいですし、ちょっとね一気に大人感が上がりますね。はい、こちら15,800円に消費税です。続いて、今回ちょっと夏ね夏っぽいのでちょっとフェイクアルファからいいシャツを持ってきました。はい、こちら、ボディがサイズミディアムサイズですね。はい、50年代あたりでしょうかね。ちょっとこのねホワイト白なんですけれども、ちょっとこの透けるタイプです。まあ、これ中にね僕だと V ネックの白 T を着た上で羽を言ったらちょうどいいとは思うんですけれども、状態は非常にいいと思います。白シャツやっぱりね、定番ですがかっこいいですね。形もね非常にいいと思います。 M サイズ僕がちょっとねジャストサイズですね。はい、こちらで7,800円に消費税です。はい、続いて、はい、こちらも 50s シャツですかね。タグこちらのミディアムサイズです。はい、そして黒ボディでライン入ってます。袖とこのグレーのラインっていうのがねまたかっこいいですね。はい、こちらも特に大きいダメージとかはないですね。はい、もうザ・フィフティーズっぽいもうこのシャツ、レイオンシャツです。はい、ミディアムサイズ僕が T シャツ1枚で着てジャストサイズですね。ちょっとゆったり着るなら僕はラージサイズです。はい、ただ僕でジャストで着れるサイズ感ではありますね。ミディアムサイズ、黒グレーのツートンかっこいいですね。こちら29,800円に消費税です。そしてこちらはピンクですね。サイズこちらミディアムサイズです。これプリントね非常にかっこいいと思うんですけれども、胸にこういった両方同じプリントなんですけれども、はい、
ちょっとねこうシルバーのと黒っていうのもこれかっこいいですね。こちらも状態はかなり綺麗だと思います。後ろはプレーンで、やっぱこのね 50s っぽいこの襟の点々点々とステッチもね、これちょっと味が効いてると思います。こちらもミディアムサイズ、僕がジャストサイズですね、はい、ちょっとね後ろこの襟元なんですけども、少しだけここにちっちゃいダメージがあるぐらいです、すいません。あとは綺麗ですね。こちらも 29,800 円に消費税です。はい、続いてこちらも状態ですね、はい、タグがこちらマイクと入ってます。横浜ジャパンと入ってるのでボーリングシャツ系なんでしょうかね、はい、こちらは黒と思いきや濃紺です。めちゃくちゃ真っ紺紺ですね、はい、こちら襟芯が入ってるタイプで、胸元にねこう刺繍が入ってるんですけれども、シンプルで非常にいいと思います。サイズこちらもおそらくミディアムサイズぐらいだと思います。僕が合わせてちょうどいいサイズ感です。もうシンプルに無地です、はい、大人の方はぜひ、はい、こちら 29,800 円に消費税です。続いて長袖なんですけど、こちらいいですね、タグアローです。アローのこちらミディアムサイズ、しかもこちらデッドストックなんですね、はい、レイヨンシャツの、まあ、柄シャツなんですけど、こちらちょっとね畳んでたんですけど、まだね針が実は残ってます、はい、柄的にねちょっと何柄っていうのを表現しづらいんですけれども、最初ねあのシェル描いたのかなと思ったんですが、ちょっとこういろんな何パターンかの柄が混じってます。そしてチェックで白、オレンジ、緑というね、まあ、後ろも同じ柄です、はい、デッドストックなので、まあ、もちろん縮みはほとんど出てないんですが、 M サイズ僕がちょうどいいサイズ感ですね、はい、ちょっとね柄といい、まあ、大人っぽい感じです。まあ黒いパンツなんかでね合わせてもらうとかっこいいんじゃないでしょうか。こちら 39,800 円に消費税です、デッドストックです。はい、続いて、こちらちょっとねセットアップという言い方になります。あのこちら、バットマンですね、バットマンとジョーカーの時のキャップです。こちらデッドストック状態で、後ろですねこちらあのサイズ調整できますので、ある程度被れる人多いんじゃないでしょうか。こちらキャップとこちらナイロンコーチジャケットですね。ボディがね一応 XL ボディです。そして胸にワンポイント、こちらのまあいわゆるバットマンにハテナというマークですけども、結構ねかっこいいと思います、黒ボディで、はい、こちら2つセットです。セットで 7,800 円に消費税です。はい、パンツいきます、はい、こちら、ディッキーズですね、ディッキーズのデッドストックになります。綺麗なねターコイズブルーですね、はい、デッドストックなんですけども、ちょっとねここに小穴が開いております。多分ね畳んでた時にね何かしらがちょっとこう、ポツッと引っかかってしまったんでしょうか。色目非常にね可愛いと思います、はい、デッドストックですね、サイズ表記が、はい、こちら3630、ちょっとね僕はゆったりしますが、まあ皆さんねディッキーズちょっとゆったりめに履かれる方多いと思うので、はい、36でも履ける方多いんじゃないでしょうか。はい、ターコイズブルーディッキーズデッドストックで、こちら9800円に消費税です。はい、続いてホワイトですね、ホワイトのディッキーズ、はい、こちら3030表記、はい、まあ僕はね、当然入りませんが、逆にねこっちの真っ白で履くっていうのもありかと思います。ディッキーズデッドストック USA 製で、こちら7800円に消費税です。はい、続いて、ステューシーですね、オールドステューシーの、まあ、これバギーパンツっていうんですかね、はい、ちょっと太めのパンツですけれども、こちらよいしょ、はい、タグはこちらですね、はい、ウエスト33インチです、はい、オールドのステューシーで33ってことは僕がちょうどいいサイズ感です、はい、ちょっとね太めのパンツ、しかも黒ですね、後ろがねワンポケットタイプです。このサイドにもねステーシーのマーク入っております。状態もねまだまだいいと思います。こちら 12,800 円に消費税です。はい、続いてリーバイス、リーバイスの、いわゆるねポリパンって言いますか、ポリエステルのパンツです。ちょっとねこう伸び縮みしますし、こちら、実寸が3429、まあ、少しねブーツカットです。
まあ、多分ねレングスは少しカットしてると思うんですけれども、はい、まあね、このくらこれから暖かくなる時期、まあ、黒ですけれどもね履きやすいと思います。涼しいですし、はい、後ろ、金のタグでスモールイですね、はい、こちら7800円に消費税です。続いてショーツ1本ですね、こちらパッチ容器はね欠損しております。そしてチェーンステッチのスモールイ、はい、トップボタンの裏が6番使ってます。こちらまあね膝下ぐらいでカットオフされてるんですけれども、ヒゲのね感じ非常にいいです。ただこちらねちょっとね、リサイズリメイクされております。このサイドこちらからギューッと少し詰めてまして、内側こちらもねちょっと詰めてます。ウエストの実寸がね34インチあるんですけども、いわゆるちょっとシュッとスリムにリメイクされてます。ただよく見ていただくとサイドにここ赤耳使っております。まあ66後期の年代なので、逆にねこちらサイドの方だけ、ここ開いてね少し直していただくと綺麗に元に戻ります。内側はね、まあ、こちらもちょっとこう詰めてます、はい、なのでちょっとね細いシルエットにリメイクされてるので、まあ、逆に言うとねシュッと履きやすい形かなと。自分で合わせてこのぐらいな感じです。シュッと細くなってます、はい、なんか505よりちょっと細いかなぐらいなので、そのイメージしてもしあったら履いてもらえればいいかと思います。501の、66後期ですね、はい、ショーツでこちら6800円に消費税です。はい、続いて501の USA 製ですね、はい、こちらボタンです、フロント、ヒゲも綺麗に出てまして、これねあのレングスが短めです。正直言って32の30表記、そして今実寸がね3228、はい、このねちょっと短めで履けるというのもね非常にいいかと思いますし、当たりも綺麗に出てて夏仕様です、はい、ちょっとパッチね見せてなかったですけど、こちら3230表記、実寸が3228です。レングス、はい、短めで履くのも非常に夏っぽくていいと思います。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてこちらも見るからに鬼ひげ、もう色落ちね素晴らしいですね、はい、もうひげがバッチリと、ちょっとねこの太ももあたりが茶番でますけれども、シルエットちょっとね505っぽい形です。こちらパッチがですね、26502、はい、ウエストが30-33ですね。ちょっとね502って、まあ、いわゆるあの501のジッパーって印象なんですけれども、ちょっとこちらねシルエットが細いです。はい、ちょっとね、シリーズ的に、まあ頭に26ってつくので、ちょっとこう形的にねレディース寄りかと思います。後ろのね蜂の巣もね半端ないですね、はい、お尻にね少しリペアは入ってるんですけれども、はい、サイズ表記は、3033、こちら実寸そのままです、はい、僕はちょっと入らないんですけども、前はジッパーです、はい、そして股上がね割と深めです。なのでちょっと女性がね正直、まあ、701あのヴィンテージのじゃなくてですね少し新しめの701を履くイメージで思っていただければ、股上少し深めのシルエット505より少し細い感じです。まあ、ただ色落ちがめちゃくちゃ綺麗なので、あとねウエスト30なのでね、これ女性がちょっとハイウエストで履いてもらって、レングスが少し長いんでこちらもしあれだったら切ったり、あとはちょっとヒールで合わせたりとかしても可愛いと思います。はい、こちら15800円に消費税です。はい、ちょっとね夏仕様のねヴィンテージのデニムを今回紹介しようと思います。こちら66の前期ですね、はい、もう完全に夏仕様、まあ、クラッシュされてます。股の部分にもね少し穴はあるんですけど、ここだけねちょっとダメージリペアしていただければ、あとこの辺膝とか太ももはねこのまま空いててもかっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちらパッチ表記が3833、一応読めます。実寸が3631、はい、スモールEのシングルステッチですね、はい、まあ、いわゆるトップダウン666前期です。はい、色の薄い66前期ですけれども、はい、ちょっと大きめの方36インチあるので、はい、ちょっとゆったり履いてもいいですし、あのまあ腰でね落として夏仕様で履いてもらっても、はい、こちら25800円に消費税です。はい、続いても、
501のこちらも66前期ですね。こちらでちょっと僕は女性におすすめです。はい、こちらパッチ表記が、もう切れております。そして赤タブがね残念ながら切れてるんですけども、シングルステッチ。そしてトップボタン裏が読みづらいんですけど同じく6ですね。はい、こちら実寸がですねパッチが、欠損してるので日給です。おそらくパッチ表記は3031あたりじゃないでしょうか。はい、レングスがねちょっと短いっていうのもポイントです。下はねイエローを使った、はい、もちろん赤耳付きでちょっとね膝の位置にダメージがあります。うっすらひげも出てて当たりも綺麗に出てますね。はい、これはぜひ女性に買っていただけたらと思います。はい、こちらも25,800円に消費税です。はい、続いて、今日ね僕も最近たまにこのフレアブーツカットを履くようになりました。こちらねリーバース517、はい、517の、シングルステッチですね。いわゆるスモール E のシングルステッチ。パッチの表記はねちょっと読めないんですけれども、おそらくです35レングス31、505とね517っていうのはレングス表記が書いてあるのより実数を測るとね実際長いのが多いです。こちらね先ほど3531かなと思うんですけど実数ねウエスト35のレングス32あります。ちょっとだけ長いです、はい、自分がウエストはちょっとゆったりしますがこのね517でヒゲっていうのもなかなか出ないですし、こう膝がねパックリいってるのも、まあ、逆にね、まあ、70年代のこうテストっぽくてかっこいいんじゃないでしょうか。まあ、色落ちがね抜群です。そしてまあ僕だとちょっと長いんですけれども、はい、そろそろねブーツカットメンズにも来てると思います。ちょっと僕も最近ねチャレンジして履いてるんですけれども、下チェーンステッチのねかかとちょっと削れてますがオリジナルです。はい、この色落ち抜群にいいと思います。こちらも25,800円に消費税です。25%。はい、続いて、はい、こちら502のビッグイです。はい、501のいわゆるジッパーバージョンですね。はい、ちょっとこうジッパー今寄っちゃってますが、はい、こちらもね、全体的に綺麗に落ちてます。下もオリジナルの、はい、耳付きです。膝のリペアはね綺麗に直されております。そして後ろ502パッチ容器はねちょっと見づらいです。ただ30かな3031、うん、こちら赤タブがすいませんちょっと見づらいですけども、まあ、クルッとなってるビッグイですね。はい、もう完全な夏仕様、色の薄いビッグイです。502なので、いわゆるねボタンでなくてジッパー、こちらも実寸が、日給です。こちらもぜひ女性にお願いします。はい、502ビッグイでこちら29,800円に消費税です。はい、続いてこちらが501のビッグイですね。はい、これ色綺麗ですね。さーっとひげが出てまして膝あたりに少しダメージはありますがリペア入ってます。ちょっとちょこ下の方にねペンキが飛んでたりとか、このサイドの当たりが綺麗に出てます。レングスもオリジナルですねこちら。はい、そして後ろお尻の部分に少しだけねリペアが入ってます。ちょっとねお尻の部分薄くなったんでしょうか、ここね少し叩きが入ってて赤タブビッグイのシングルステッチ。そしてアーケードがね色抜けしてるのでこちら初期のタイプですね。はい、ビッグイの中でも、初期ウエストシングルです。はい、実寸こちらが3029、おそらくパッチ表記が3131、はい、3131が履ける方はバッチリじゃないでしょうか。はい、ちょっとオーバーサイズで女性が履いても可愛いと。夏仕様のビッグイ、こちら45,800円に消費税です。続いてこちらも薄々ですけれども 501XX です。はい、こちら実寸パッチがねちょっと取れてるんですけども実寸が2929です。よくねここボタンが3つなのでこれ 503B じゃないですかっていう質問を受けるんですけども、こちらウエストの実寸が29ということはもちろんパッチサイズは30インチのはずです。 503B というのは27、28、29インチのウエストしかないので元の表記は30ということは
こちらは 501WX です、はい。当たりもね綺麗に出ております。膝のリペア結構入ってるんですけども、裾はねこれで上げられてます。はい、そして一応中がですねレザーパッターとであの隠しリベットプラス中が銅の、はい、リベットです。そしてベルトループがオフセット、はい、ボタン、はい、こちら足長 R ではないのでこちらはレザーパッチだと思います。501のレザーパッチ、はい、完全夏仕様の薄い WX です。はい、ある意味ねこのちょっとダメージ薄いのもね合わせ方によっては非常にかっこいいと思います。はい、ぜひ日給日給で 39,800円に消費税です。3キュッパです。はい、6月に入りました。まあね、これからね暖かくなると思いますし、うちもね夏物どんどん入れていこうと思いますので、お店の方にもぜひいらしてください。よろしくお願いします。